宮古島生活121日目です。夜の8時半でございまして、どこにいるかというと、エメラルドコーストゴルフリンクスという、東急ホテルの近くにあるゴルフ場に来てます。でね、ゴルフをもちろんするわけじゃなくて、宮古島星空ナビスバルさんの星空フォトツアーを体験しにやってきてまいりました。はい、すっごいね、あの宮古島の満天の星空の中写真が撮れるフォトツアーでございまして、あのもう芸能人の方にも人気だったり、あと特に女性とかカップルに人気のフォトツアーが楽しめます。はい、でこのスバルさんならではのね、あのこのゴルフ場っていう誰かが普通に入って写真を撮れるっていうものじゃなくて、ちゃんと許可を取って契約して、このスバルさんならではのこの場所で、はい、写真が撮れますんで、特別なね一枚になると思います。夜ゴルフ場でこんなね、で撮った写真がこちらです。すっごいいい写真。いや感動しますね。これね、動画だったら星が見えないんですけど、本当に写真ぐらいの星を見れてるんですよ今これ。はい。天の川もそろそろ見えなくなっちゃうんで、はい、今日撮れてよかったなと思いますね。これ天の川ほら見てください。なんていい写真。はい、でこういうハートの光るものを持たせていただいたりとか、あと玉です、玉、光る玉とかを持たせていただいたりして、あと宮古島って書いたね、なんか光るやつを持ったりとかもできて写真映えしますんで、はい、おすすめですね。5、6、7、8、9、10、1、2、3、4。変な顔してた。でも全然いいっすよ。変な顔してた。今日一の写真が撮れました。はいね、ポージングなんかもね、指示してくれて、これはちょっと星に借りたいなみたいな写真ですね。はい、料金は、30分程度のお時間で5,000円で、ウェディングのフォトプランに使われる方もおられます。はい、女性がね撮るとこんな感じになります。すごいねフォトジェニックで、はい、おしゃれで、インスタも大人気でございます。ぜひ観光で来られた方や芸人さんなど、はい、こうやった芸人さんなどね、あのこの宮古島星空ナビスバルさんのフォトツアーを、はい、ご予約していただいて、ホームページやインスタをチェックして、はい、ぜひ思い出に残るお写真を撮っていただきたいと思います。ちょっと待ってね、地獄ですよね。すぐ行けんの？やれって言われたら無表情笑顔